はい、ここからは井上和樹新監督にいろいろとお話伺ってまいります。はい、心の準備はよろしいでしょうか。大丈夫です。はい、はい、今日はですね、秋季キャンプ初日ということですけれども、たくさん質問用意しておりますので、はい、延長線上ではありませんが、ちょっと答えていただけたらなと思います。はい、ではまずはですね、質問10個用意しております。それに丸×で答えていただきまして、答えていただいた後に深掘りしていきたいなと思います。準備はよろしいでしょうか。はい、ではスタート。監督就任要請はついに来たかと思った。×監督になってもピンクが好き。×ユニフォームのデザインは変更する。ああ、こっちですね。はい、×はい、小さい頃からコミュニケーションモンスターだった。×ドラフトでは金丸投手を当てる自信があった。あ、うん、丸、うん、他球団の FA 選手に興味がある。これ微妙ですね。微妙なところ、はい、来シーズンの4番は決まっている。×コーチの人選は大変だった。丸、一番意識している相手は巨人だ。×来シーズンは優勝する自信がある。×なんか終了です。はい、ということで、はい、様々質問を繰り出しましたが、これ深掘っていきたいなと思います。ここにですね、回答を用意いたしました。まず1問目から。監督ついに来たかと思った、これ×ということですか。いや、これはもう思うわけがないですよね。はい、もちろんその辰巳さんがやられていて、で来年以降も辰巳さんにやってもらわなきゃいけないというふうに思って二軍監督を務めさせてもらっていたので、いや、もうその次に来たかなんてもうこれっぽっちも思ってません。はい、実際にお話来た時はどんなお気持ちでしたか。マジかと思いましたね。はい、そうか、ついにというよりかはマジかだったんですね。そうですね。はい、わかりました。そして2と3、監督になってもピンクが好き、ユニフォーム変更する、バツバツときましたけれども、私てっきりこうピンクをこう入れた新しいユニフォームになるのかなって思っていたんですけれども、そうじゃない。まあ、イベントとかね、そういった時 の、 あの特別ユニフォームだったらありでしょうけども、はい、今のユニフォームの中にピンクを入れるっていうことは考えられないし、それも会社は許さないでしょう。はい、そのユニフォーム、井上カラーをこう出す、例えばデザインを変えるっていうことも今の時点では考えてない。そうですね、ユニフォームのデザインも変わるというような、予定はないらしいです。わかりました。では続いて4番、小さい頃からコミュニケーションモンスター、これバツ意外ですね。いや、もうそんなことないと思いますね。ただあのコミュニケーションモンスターというか、それはあの指導者になったり、その自分が選手時代のベテランチックになった時ぐらいからこうコミュニケーションを取るようにしましたけど、はい、それまではそんなことはないと思います。あの僕はアマチュア時代キャプテンとかもやったことありませんし、はい、そうだったんですね。そうなんですよ。何かこう変わるきっかけがあったんですか。そういうのもないでしょうけども、まあ、あの星野さんとか、落合監督、もう本当にいろんな監督に巡り合わさせてもらいましたけども、そういった方たちにいろんな学んだ部分はいっぱいあります。ね、そして5番目、金丸投手を当てる自信があった、これ丸いや、当てる自信があったならなんだあのガッツポーズだった話なんですけども。いい、もう素晴らしいガッツポーズでしたよ。いやいや、もう要は結局ね、なんかちょっと自分の中で信じていたものがあったので、それを実行したらあの当てさせていただいたって感じですかね。わかりました。そして6問目、他球団の FA 選手に興味がある、これ三角ということですけれども、何かこう思いが、いや全くないこともないんですね。あのやっぱり補強っていうのは大事ですし、その中で、足らないところのポジションを、あ、この選手ならっていうようなものがもし出てきてくれたなら、ちょっと考えないこともないのかなと思います。何かこうどういうタイプの選手が欲しいなっていう、なんとなくのこう思いはあったりするんですか。まあ、ピッチャーで言えばちょっとこう根性よく、あの根気よく、はい、もうイニングをいっぱい投げてくれるようなピッチャーが好きですけどね。わかりました。そして来シーズンの4番は、まあ、これから決めていくということですかね。そうですね、はい、まだこの時点では、うん、はい、決まってません。そしてこれ聞きたいですね、コーチの人選は大変だった、ちょっと、もうこれは二重丸です。大変でした。二重丸どんなところが。
ものすごくそのね、やはりいろんな方にも声かけさせていただきましたけど、はい、その中で能力を引き出すのはどの人がいいかなっていうところがね、すごく大変でしたね、うん、さてそんな大変だったコーチ陣も揃ってのも今回秋季キャンプがスタートしたということですね。今映像があります。秋季キャンプの様子こちらです。全てが同じ方向を向かない限りはいいチームになれないということは常々これからもずっと言うつもり。はい、こちら今日から始まった秋季キャンプ、その井上監督の言葉を得て選手たち反応どうでしたか？いや、ね、明るく元気よく、はい、いい形でスタートできたなと思います。うん、結構皆さんこの松中コーチですとか、そして松中コーチの指導はどうでしたか？いや、初日からね、うん、全く俺は口を出さないよって本人は言ってましたけど、はい、早速出してました、ね、そうでしたか、はい、またじゃあこれから選手との仲も深めて言ってもらえるのかなというところ、ね、うん、と思います、はい、ではここでですね、井上監督が今回ご実際に出てくださるということで視聴者の皆さんからたくさんの質問をいただきました、はい、それにも答えていただきたいと思います、はい、まず1問目、岐阜県美濃加茂市の晴れ女さんから、監督就任おめでとうございます、どんなチームにしたいか漢字一文字で表してくださいとのことです。そうですね、人はもう無茶ぶりですけど、すみません、ちょっとね、各局いろんな無茶ぶりしてると思いますけれども、あ、筆ペンが出ないというアクシデント、すみません、ちょっとね、監督達筆ですので横で見ていると字が綺麗だなと思うんですが、筆ペンを今やめまして、はい、サインペンでちょっと上から書いていただこうと思います。すみません、事前に書いていなかった我々のミスでございます、大変失礼いたしました。ちょっと違う、こちらもですか、大変、いやいや違う、違う、滑らないっていうかね、あ、滑らない、はい、ちょっとね、筆とはね少し書き心地が異なると思いますが、変わらず達筆でございます。達筆じゃない、達筆、はい、もうやっぱり字が綺麗、心の綺麗な方って字が綺麗だなって思うんです、はい、すいません、なんか汚くなっちゃった、いえいえ、はい、見せていただけますか、はい、から、もう汚い字だな、これどういう意味でしょう、はい、ね、はい、みんなを集めての訓示の時も言いましたけども、自分の殻を破れという形で言いましたし、これは殻を破ることによって新しい自分が多分発見できると思いますしね、で、今まで、なかなか飛び出せなかったものが、自分の新しい発見をしてほしいという意味で殻ですかね、殻を破るという殻ですね、はい、そしてもう一つ、これ視聴者から多かった質問なんですけれども、根尾投手の起用法についても教えていただけますかね、うん、いや、起用法ってもうピッチャー1本で言ってますから、はい、そこで野手に変えますってことは全く考えてませんし、はい、それはもうピッチャー1本で彼もやるつもりでいる以上はピッチャーで勝負してほしいと思います。どこで投げるかというのは今後ということですかね。そうですね、それはやはり頭で投げる、中継ぎで投げるというようなものはこれから決めていかなきゃいけないかなと思います。わかりました。では監督、最後にファンの皆様、そして来シーズンの抱負も含め一言いただけますでしょうか。はい、大きなことは言えませんけど、やはり見に来てくださったファンの方、そして全国で、応援してくださるファンの方に、なんかちょっと楽しみだね、面白いねっていうような野球がお見せできるように、みんなの、ね、お尻をパンパンペンペンしながら頑張っていきたいと思います。わかりました。これからのドラゴンズ楽しみです。応援しています。はい、井上監督ありがとうございました。はい、ありがとうございました。